はい、適正インコピーちゃんの力です。体重測定、ハンドリング、ハンドフィーリング、円盤、内服、コーナーチェック、抗戦症処理法を行います。じゃじゃん。もう上手、上手して、あ、そうそう、上手してくれる、もうちょっと太くなったからね。あー、ゆっくりしてるの。あー、ゆっくりしてるの。ねえ、エネルギーバッグ食べてんじゃん。シールも食べなじゃん。シールも、ねえ、シール食べて、シール。桜さん、ここにさ、はい、エネルギー持ってきてください。わかりました。カナリアシードはいらない。エネルギーバッグ取って、エネルギーバッグ取って、ここに皮むいてるのしかないし、もうガバッとじゃ入れますよ。こっち入れときます？うん。こっちも皮くらい。あ、食べた。じゃあちょっと多めに。これは。これ中にあるの？それが好きなのに、栄養とかのこれ。中はすごいタンパク質12回、脂肪を用意大好き。一応また後で片付けます。追加するの。
なんでみんな M 麦好きなんですかね。オーツ麦は泡の約2倍のカルシウムとキビの約2倍の鉄分が含まれている。だってだから好きなんだね。まだ食べるの？もう治療したいんですけど。ね、治療したいんだけど。治療していい？ゆいちゃん、エムギ食べすぎ。治療していい？ああ、どうよ。いや、もう届いてない。おしまい、おしまい、おしまい、おしまい。コーラ、それは自分抜きです。これこれこれ、なんで手から抜きようとする。あ
大津麦皮むきって書いてある。これ皮むいてあるの？うん、皮むいてあって、その中になんか細長いのが入ってたみたい。あ、うんちした。だからみんな好きなのかな。カルシウムいっぱい入ってる。大津麦だけでは栄養が偏りますので、他の穀物